はアルメニアのスカウティング指導者フランスに本部を持つ亡命アルメニア人のスカウティング組織であるハイアリの創設者アルメニアにおけるスカウティングは1912年に創始され後に1915年から1916年の虐殺とロシア革命による難民の間で発展したためその点からアルメニアのスカウティングは亡命から始まったとも言われる ハヤリは1928年から1997年にかけて世界スカート機構に加盟していた。この組織は亡命が認められパリに本部を置き、フランスにおいておよそ1100名の加盟員を要した。1929年国際スカーティング運動の中でフランスに本部を置くハヤリが承認された。彼らは自らの領土的基盤を持たなかったものの、 例外として、世界スカウト機構と、世界スカウト機構ヨーロッパ地域の一員とされた。1978年、世界のスカウティングへの類いまれなる貢献により、世界スカウト委員会は、メチャトゥリアンに、世界スカウト機構が設ける、唯一の栄典であるブロンズウルフ賞を贈った。ありがとうございます。